明日からは3連休です。内藤さん、関東では雪の混じる可能性もあるようですね。そうですね、はい、一時的に雪が混じってみぞれとなる可能性があります。はい、はい、現在の状況を見てみましょう。現在ですね、雨雲、雪雲、だいぶもう抜けかけてきておりますけれども、現在関東は、北部を中心にみぞれや雪の報告いただいております。現在上空には冷たい空気、寒気が入ってきているという感じなんですが、上空の寒気の今後の動きの様子を明日にかけて見ていきますと、上空1500メートル付近で、南岸に前線や低気圧がある場合に、雨か雪かの、目安になる氷点下3度のライン、現在この辺りに南下をしてきている状況です。はい、こちらなんですが、明日の朝にかけてだんだん南下をしていきます。実は今日の午後から明日の未明にかけては一旦雨止むんですけれども、降水なくなるんですけれども、はい、明日の明け方ぐらいからはもう一度降ってくる可能性があるという状況ですね。はい、これ明日の朝6時ですが、これマイナス3度です。これより北のエリアでは降った場合、微量であれば、みぞれで済みますが、みぞれ程度の可能性は出てきているという状況です。そして降水の方なんですけれども、はい、こちら現在12時ですが、昼を過ぎますと一旦雨の強さ、降水の強さ一気に弱まります。なので現在関東北部で降っているものがしっかり積もることはなさそうです。はい、でその後なんですけれどもね、今夜になりますと静岡県のあたりからもまたちょっと雲がまとまってきそうです。降水エリアがまとまってきそうです。特に深夜0時を過ぎてから弱い降水が明日のお昼頃にかけてもう一度関東方面、広がる可能性が出ています。はい、降っても微量ですので積雪の増加予想として見てみますとですね、はい、ご覧のような状況、白いところ、こちら1センチから2センチ、白いところ芝生にうっすら積もるかどうか、ただちょっと標高の高い山沿いのエリアなどでは2センチから5センチ、道路にうっすら積もる可能性があるという状況ですね。なので、栃木県や、群馬、茨城県内、こういったところでは局所的には道路に影響が出るような場所があってもおかしくありません。はい、はい、引き続きね、路面状態の変化、降るものが雨か雪かなど最新の情報をご確認いただければと思います。はい、なおウェザーニュースのアプリからは最新の雪情報などもご覧いただけます。